さあ、小笠原慎之介です。5年ぶり2回目の開幕投手。一方のジャイアンツは新しい顔、一番のオコエ。ここは大きな変化、空振りの三振です。今はかなり大きな変化でしたね。カーブのキレがいいんだと思いますよ、種野の方は。この落差です、はい、アウトコース。ここは坂本、バットが出ませんでした。ここはピッチャー取った。さあ、ダブルプレーを取れるかどうか。取りました。ここはしっかり守った。右方向、打ち返して、フェアです、フェアです。さあ、まずランナー1人帰ってくる。そしてまた、また2人目もホームに帰ってきました。ジャイアンツ逆転。小笠原打たれた。145球を投じました小笠原慎之介。小笠原も慣れてるピッチングですよね、はい、はい、小笠原の表情が泣いているようにも見えます。センター方向、岡部下がる、フェンス近いところまで行って取りました。ドラゴンズ鮮やかな逆転劇。小笠原145球、今勝利が確定してこの表情です。仲間が応えました。ライトの細川が手を挙げています。変化球フルスイング、一塁ビシエド、ゆっくりと取って、このチャンスもジャイアンツ先制点なりません。勝負どころの終盤、柳もここは気を使います。弾き返したショートライナー、一塁へ送球してアウトです。初球から打っていったビシエドがファウルゾーンを追っていきますが、スタンドに入ります。ここもフルカウントになりまして、最後はストレート、岡本を三振に打ち取りました。柳ランナーを出しましたが、ジャイアンツを0点に抑えています。レフトへ強い打球が上がっている。どうか、決まりました。最後はカットボールという、今あの配球チャートも出ましたが、さあそしてラストボールは、あー高めのストレートを振っていきました。空振り三振。1番センターの岡林、左のバッターボックス、センター方向、右中間、打球は伸びていって無理そう、あーっとボールを後ろにそらしている。その間に打った岡林は三塁まで浮かぶ。一気に三塁まで行きました。初球岡林打っていきました。センターに入っているところ飛び込んでいきましたが、ボールは点々とその後ろ、打った岡林は両リーグ最多の111安打目ということになりました。外に構えてセンター前に弾き返していった。さあ岡本がヒットで吉川回った。吉川三塁ベース回って帰ってくる。そしてどうか、セーフです。吉川選手の足なら楽々かなとは思ったんですけどね、はい、岡林選手のチャージも早かったですね。これもセンターに弾き返していきました。二塁ランナー三塁を回って岡本、坂本初球を捉えて、センターの岡林が手を伸ばして取りました。
ここはすくい上げた打球だが、どうだ、レフト大川見送って、石川にホームランが飛び出しました。4番の一振り、まさに和田コーチと二人三脚で歩んできたこの若手選手たち。さあドラゴンズ反撃開始。3球目、サード坂本の横でした。三遊間破っていきました石川。一、二塁間破りました。さあセカンドランナーは三塁を回る、ボールが返ってきたがホームインだ。引っ張って三遊間破りました。先頭出ました。ドラゴンズまず4番の石川にヒット。おっとレフトへの大きな当たりだ。さあどうだ、大きな当たりはフェンスダイレクトギリギリところまで行きました。ドラゴンズもこの細川の一打、ノーアウトからチャンスを作っていきました。あと数センチでという、そんな大きな当たりでもありましたが、外のボールうまく打ち返していきました。これで細川ファーストベース蹴ってセカンドに行く。細川これで今日2本目のヒット。今シーズン加入した3番に入っている細川です。いずれも DeNA から新天地に移った選手同士。この打球は左中間伸びてスタンドに入りました。さあこれで1点差。去年までのチームメイト同士の対決は細川に軍配。高め、高く上がる、飛距離はどうか、上がって上がって見送った、ライトスタンドに飛び込む今シーズンの第3号。いやーこれは届きました。7試合ぶりのそのホームランがここで出ました。この一発はちょっと大きいですよ。決まった、ライト前、ドラゴンズが早くも先制点を挙げました。この当たりはどうだ、フェアです。今日3本目、大島に優位到達。2000安打を目指すシーズンの最初のゲームでいきなり3安打猛打賞。いましたが、そのストレートを打ち返していきました吉川。ただここはレフト大島が追いついています。初球からバットを出していきました。156キロ、低め空振りの三振、坂本を打ち取りました松山。8回の裏ジャイアンツ0点。落とした空振り三振、松山が抑えました。
ショートの前、ほぼ定位置でカニステ一塁送球、ワンアウト。高いバウンドになりました。今日はカニステ大忙しですが、一塁送球、スリーアウト、松山抑えました。さあジャイアンツは3点を追う9回です。初球ストライク154キロ、低めに決まった。これも154キロ、外、見逃し、全部ストレート、見事な制球力、素晴らしいですね。強い当たり、センター方向、岡林追いついた、ツーアウトです。センター方向、岡林下がる、フェンス近いところまで行って取りました。低め空振り。ワンアウトです。投げてくる、落としてきました、空振りの三振。投手戦で始まったジャイアンツ対ドラゴンズの3連戦の初戦、0対0。